皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ大宮でカスタマイズした車両を紹介します。今回もまたカメラマンが休みなんで僕視点でお届けします。富山さんよろしくお願いします。大宮パフォーマンスです今回ご紹介していただく車が G350 になりますね。はい、仙台モデルのゲレンデですね。そうですね、はい、まあ G350 と言っても見ての通り、はい、もう63ルック。あ、そういうことです。ですよね。はい、だから細かいところ見てがないとわからないぐらい、まあ、ちょっとパッと見はもう全くわからないかなっていう仕上がってますね、うん、で、まあ、63プラスブラックアウトで、まあ、これエディション463のアンダーガード、これですよね。そうです。かっこいいな。これめちゃめちゃ人気ですよね。これめちゃくちゃつけましたね。これ当然あれですね、63バンパーじゃないとこれがつかないんですよね。もちろんそうです。なるほど、こんなのもついてると。で、まあ、エディション463ホイール、はい、21インチが、はい、装着されております。はい、で、まあ、左右、はい、まあ、4本出しマフラー。なるほど。カッターですね。こっち側がカッターなんでしたっけ。一応両方カッターで、はい、で、まあ、その純正のパイプはこう実は後ろから出てきちゃってるんだけど、まあ、ちょっと黒く塗って目立たなくあなるほどしてるっていう。じゃあこのダミーの出口が左右について。そうです。はい、4本出し風になってると、うん、そうですね、はいはい、なんでもう見た目ほぼほぼわからないと思います。まあ、ブレーキとかねよく見ると、まあ、もちろん後ろが肩持ちだったりするんでわかりますけど、でもしっかりまあ、ペイントも、はい、キャリパーペイントもやらせていただきました。もういかついです。はい、はい、で、もともと2年前、3年前でカスタムいろいろさせていただいて、まあ、63ルックにして、そのエディションのパーツつけたり、後でご紹介しますけど内装とかもいろいろやらせてもらった車で、まあ、今回久しぶりのカスタム、まあ、何しようということで色変えちゃいましょうということで、で、まあ、ブラックアウトでいろんなところを各部ブラック、まあ、のマットブラックにした上にもうさらにもう全部マットブラックにしちゃおうということでフルラッピング今回はさせていただきました。なるほど。これがラッピングで真っ黒黒になってるんですね。そうです。マットブラックで、これもうマットブラックにプラスマットブラックどうかなと思ったんですけど、めちゃくちゃ当たりですねこれ、はい、そうですね、体育会系な車に。モーマンさんすごく爽やかな方で。そうなんですか。はい、柔らかくて爽やかな方なんで。なるほど。いかついですめちゃめちゃで、細かいところ言うとこのキノコミラーが取ってあったりとか。そうですね、はい、あのサイドカメラに加工させてもらって、はい、まあ、中のモニターなんかも変えてあるんで、もちろんここのもう、画像が中で見られるような仕様になってます。そういう小技も聞かせつつ、はいはい、で他の部分 の, そのペイントもペイント技も合わせつつ。そうですね、まあ、エンブレムだったりあのウィンカーがスモークされてたりとか、まあ、全体的に真っ黒になってると。そうですね、はい、なんでまあ黒以外の色が入ってるのが、まあ、このホイールのリムはまあエディションのまま残して、まあ、キャリパーが赤入って純正のエンブレムが残ってるぐらいの。なるほど。そしてぐるっと回っていくとこちらの車なんと背面タイヤレスっていうことで。そうですね、はい、後ろに関しても背面タイヤ取って、まあ、これはまあ、スムージーバッチで。あ、こういう商品があるんですね。あります。なるほど、はい、でこれもう外してすぐもうペタペタペタでつくんでめちゃくちゃ簡単です。じゃあ結構手軽に背面タイヤレスができちゃう。そうですね、もう電話でのご注文で OK って感じです。なるほど。で、まあ、後ろ回りもレンズ類はスモークペイントで、まあ、ちょっとそのブラックにしてあるって感じですね。めちゃめちゃ引き締まってますね、はいはい、真っ黒です。もう後ろももう外見は外見はもう見た通りです。なるほど、はい、これももちろん、IID オリジナル商品ですね。通称タンスがついてるじゃないですか。そうですね、はい、そこもしっかり付けさせていただいてます。使い勝手最高の、はい、仙台モデルだとこの
タイヤハウスがこうボコって盛り上がってるから、そうですよね。意外にこうゴルフバッグとか置くと斜めになっちゃったりとかがあるんで、このフラットになるおすすめなパーツがついております。そうですね。で、まあ引き出しと、まあ、扉とついてるんで結構いろいろしまえたりとか、こっちなんかは奥行きもあるんで傘なんかも入れられたりするんですよね。入れられますね、はい、そんなおすすめのパーツもついてると、はい、で開けて気がついたんですけど、今回の車はこの外側だけなんですね、ラッピングが。あ、そうですそうです。まあ黒、元色も黒で、で、まあ、外も黒にするんで、まあ、ほとんどこう外から視認できない感じなんで、やっぱり中施工すると金額もやっぱりかなり上がっちゃうっていうところで、まあ、これがちょっとボディ色が別色だったらもちろん中もやりましょうっていう話になるんですけど、まあ、そこはまあ節約していただいてもいいかなと。なるほど、はい、なのでまあ中やらない分、まあ、安くっていうことでもないんですけど、中やるよりはある程度費用を抑えてラッピングができると、はいはい、でリアはもう本当にでもキワキワまで貼ってあるん で、ね、ほとんど分かんないですね。もうこれ分かんないと思います。バッと見走ってたらもう絶対分からないです、ね、ですよね。元色は白とかちょっと明るい系の色だったりするとこう隙間から見えちゃったりしますけど、うんうん、そうですね。でドアなんかも、はい、どっちの方がいいかな、ここまで貼ってあるってことですね。そうですね、はい、この、まあ、一番最初の谷まで貼ってあります、はい、これ谷からまで山に向かっていくと多分この辺がこうちょっとこの服とか当たりやすくいいところなんで、はい、剥がれやすくなっちゃったりとか、ね、処理が見えちゃうんですけど、はい、そうですね、これは絶妙なところで切り替えてあるんで、うん、そうですね、はい、あんまり違和感がないもないですし、外からももう全然わからないっていう。なるほど、まあ、ありがたい仕様です。あの施工する業者さんから言わせるとかこの辺もうまく処理されてていい感じじゃないでしょうか。やっぱ中やるってなるとかなり覚悟も必要ってことで、はい、そうですね。で、まあボンドグループですね、中までやるってなるとあのもうドアとかも全部外して、はい、これヒンジのとことか全部貼ったりしますから、ね、はいはい、やっぱこれ見てください、これ塗りじゃないんですよと、はい、ここまですごいですよね。ここあのかなりこうロールするんで、はい、干渉しやすいところなんですけど、もう全然いくら動かしても全く分かりません。すごい、これでも本当に言わなかったらラッピングって分かんないですね。分かんないですね、はい、あで富山さん中も一緒に、はい、もうすぐパッと分かるこのカーボンステアリング、はい、これ、まあ、今まで何十本何百本とうちから出てます、まあ、オリジナルのカーボンステアリングですね、はい、もう綺麗に使っていただいてます。であとこれ実はこの自然にこうカーボンになってますけど、このカーボンパネルのセットも購入していただいて取り付けさせていただいてます。あの内容としてはこの、まあ、センターのこのパネルコンソールで、まあ、ドアの、あ、ここもなんですね、シートスイッチとか。なるほど、一式ですね。違和感なく自然に取り付けられております、はい、そうですね。であとはちょっと細かいですけどこのシフトの部分、あれ350ってどういうシフトなんでしょう。この丸いシフトの部分、ああなるほど、もうちょっと、まあ、盲点というか MG にしっかりなってます、まあ、これだけで8万円ぐらいする本当ですかそうですね。でもそうやって手に触れる部分がやっぱり変わると結構満足感高いですよね、うん、そうですね、まあ、内装も抜かりなく63仕様になってる、そんな車です。そうですね、これはあのモニターも、はい、あの8インチになってます、はい、これはミラーのキノコミラーを外してバッジを貼ってサイドカメラ加工と一緒に8インチに施工させていただいて、でせっかくだからちょっと映してみます、どんな感じで。ちゃんとこの左前がキノコで確認できるところはもうこの画像で全部確認できます。まあ、スタイリングもバッチリだし、はい、車検もこれで OK なんですよね。 OK です。そのいわゆる高級的な取り付けっていうところで、車検は通るようになってます。で、まあ、操作も、まあ、普段こうナビ見ててもこのまあ、いわゆる戻るボタンってやつですね、これ長押しすることによって画面がこう切り替わってくれるんで、なるほど、まあ、運転しながらでも簡単に見えるっていう
感じなんで、もう非常に楽ですよね。で、あとはカスタマイズですね、はい、ドリンクホルダーですね、はい、このちょっと一時バカ売れしました。はい、はい、こうインテリアのイメージを崩さない、そしてパワーウィンドウのこのスイッチがそのまま使えちゃう。そうですね、はい、当たったり、こうドアに当たったりしない、はい、まあ、専用設計のドリンクホルダーもあります。あとはこう今あのいい感じで音がしてますけど、はい、コードファントム EX、はい、これも今回、取り付けさせていただきました。まあ、これ何回もブログに出てますけどね、この要はあのマフラーもただのダミーのマフラーじゃなくて、うん、その排気音を出すスピーカーが中にくっついてるんですよね。そういうことですね。でその音をこの専用のアプリで変えられると。はい、まあ、音質がこう、うわあ、取れてるかな、はい、こんな感じ で、はい、で音量もこう、あ、なるほど。でまあちょっとまあこれも今回取り付けさせていただきました。ということでね、とにかく、まあ、盛りだくさんにもともとやらせていただいている車両をまた今回さらにお預かりして、まあ、フルラッピング、そしてコードファントム EX、まあ、マフラースピーカーシステムですね、取り付けさせていただきました。お客様ありがとうございます。なので、まあ、ちょっと大宮店ゲレンデが結構やっぱり、まあ、他の店舗と同じように入荷が多いんですけど、現行、そしてその前方、まあ、問わず入庫していただくことが多いんで、まあ、ボンドグループ、まあ、総じてもそうですけど、まあ、大宮店としても僕ももともと浦和店でもそうでしたけど、ゲレンデ全般得意な車種でありますので、ぜひゲレンデカスタムの際はお声掛けいただきたいと思います。ぜひお問い合わせください。よろしくお願いします。というわけでボンド大宮よりお届けいたしました、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。